おまおま。こんばんは、皆さん。こんばんは。今日は大人っぽいって。確かに確かに。いつも最近暑くて髪の毛をまとめてることが多かったから。こんばんは。一日お疲れ様でした。土日みんなゆっくりできましたか？明日は30日か。今日はお昼寝しんかった。うん、したかったからめちゃくちゃ眠い今。絶対関係ないけど。こんばんは。いや、夏休みも終わっちゃうよね。もうすぐでピエン。自撮り中。よし。でも夜は涼しいね、最近は。やばい、8月終わっちゃうよ。8月終わっちゃいます。ルーブをするよ、今日も。追い込みあと少し。じゃあ21分から入るとしよう。よくわかんないよくわかんない刻み方にしちゃった。21分から大富豪に入ります。1時間くらいしよっかな。肉の日か、今日。お肉食べてないの。まあ肉の日は毎月来るからね。言うて毎日来るからね。
21分、あと2分でございますね。ほら、ドゥン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 、よし43、今は大富豪です。ああ、ちなみにです。早速嬉しい近くクルーがいました。今日はね、仲良しのマイフレンドが手作りのマフィンをくれて、朝昼兼用で食べたらめちゃくちゃ美味しくて、久しぶりにしかもスコーン作ろうと思った一日でした。こんな感じの一日でした。なんか一時期めっちゃ冬ね、冬になったらさ、ちょっと手料理したくなりたくなるねんな。なんかわかるかな、まあ、夏は夏バテしてんのかな、だからあんま作ろうっていう気にならへんのかわからんけど、今日は一日眠かったな、なんか夜更かししたからかな。次は25分だね。あ、やば、油断しすぎて都落ちしてんけど、頭が働いてへん、睡魔が。25分にやりましょう。都落ちしちゃった。悲しい。よ、次は25分ですね。ね、なんか温めとったら出すの忘れとった。いや、忘れてないな。ちょっと地下の失敗した作戦が。15分。15秒前でございます。今日は早く寝よう。
今日は早く寝ましょう。また明日から1週間が始まります。じゃあ、あ今完全に入りそびれたけど、なんと2人と会えましたやばい、入りそびれたと思ったら入れた。みんなの予定を聞こうとしたら、イエイエイ。じゃあみんなの、じゃあ今日みんな何をしてたか教えてください。みんなはどんな一日を過ごしましたか？本日。ほい。パス。次は26分。あ、早かった。りさこさんとオンライントークしたよ。だってした、会いたい。てか会ってへんな。最後になったのいつかな。舞台前な気がするから7月とかな気がする。あ、野球ね、高校野球。確かに次は29分。やばい、今日頭働いてへん全然。次は29分ですね。あ、しかも大徳さん朝見てたよ。あかりさんが出てたの。あ、あかりさんやって。いつもね、日曜日は大徳さん見てる。好きやねんな。なんか、あ、今これが流行ってんねやとか、このお店美味しいねやとか、このお店面白いねやっていうのを見れるのが面白くて見てるよね。録画した番組を編集してディスクに入れた。やるわ。しかもたまにそれ、愛知県でしか見れへん番組を自分でこう録画して焼いて、焼くっていうのかな、編集して実家に持って帰ってみんなで見てっていう風に家族に配ってる。お次は29に符号で入ります。29。今日はじゃあ大富豪が終わった後にインスタを投稿しようと思って。文字まだいける。あと30秒前でございます。ハッシュタグを何にしようかしら。あ、でも符号だからギリギリでいいんか。59秒で入ってみよう。 GO。 お、あー、おらへんかった。よし。11、12、11、12、13。あ、カラオケじゃない階段できるカーしかあってほん貼ってへん。
あ、ジョーカー出された。最近はね、あれを聞いてる、あのカノの歌聞いてます。めっちゃ好き。でもなんかタイトルがさ、難しくて何て読むかまだいまいちちょっと分かってへんねんな。合ってるか分からへん。エミなんかおしゃれすぎて分からへんくて読めへんねんな。全部教えて、うらい、うらい、ベイビー。それをね、ずっと聴いてる。めっちゃいい曲、てかめっちゃ好き。そう、なんか多分チカの劇場でお披露目の時に直接聴いてたからっていうのもあるねんけど、めちゃくちゃいい曲やんっていうので、イニミニマニモ、イニミニマニモ、そうだそうだ、レッドッターみたいな。イニミニ、イニミニマニモっていうのあれ。あの曲が好きでね、ひたすら聴いてるかも最近。イヤホンで聴くときは。そしたらカノから直々に、新曲配信されたから聴いてねって直々に来て、わかりましたって言ってすぐにダウンロードして聴いてます。次は29分だから33分。イニミニマニモ、ぴったりいい感じの時間ですね。よし。おお。ドラマが。今日も暑い一日でした。なんか昨日カーテンを一個干して、二枚全部干しちゃうとさ、カーテンなんか太陽入ってきちゃう、日光眩しいから1枚だけ干して今日カーテン干そうっていう風に決めとったのに、朝起きて、あ、発見、チカゴ来る思っとったけど、ちょっとカーテン干す気力がなくて諦めちゃった。だから明日気分が向いたら干さなきゃ。天気いいかな明日。誰か天気予報士さんいますか愛知県のお天気を。あ、台風なの。明日もお天気良さそうです。やったん。無理、最高気温36度なんて。明日もお天気いいからちょっと早めに起きて、日差しがめっちゃかかる前に干したいな。ほんで二度寝して。よくない、二度寝はよくない。またお天気悪くなっちゃうの。パス。次は33分に入ったので、37分。そうだよね、みんなも
ほんまに体調に気をつけてね、ほんまに。本当に体調には気をつけて。うん。パス。今はね、符号でございます。やば、睡魔に襲われてる。めちゃくちゃ誰かこの睡魔が目覚める一言を言ってください。37分か。優しかった、寝てもいいんやでって言われた。なんかでもほんまに夜行性でさ、自分夜になったら最近めちゃくちゃ目覚めるねんな。最強に強烈なコメントがいっぱい来た。ありがとう、すごい元気出た。目が覚めたんじゃない、元気出た。最高やなみんな。個性豊かすぎる。でもさ、カトリって夜行性やねんけど早起きも好きだし、なんかもう別に趣味って言ってもいいぐらい早起きも好きだし、だから寝へんくてもなんか最近生きれるんじゃないかと思ってきた。ああ確かに今コーヒー飲んだら絶対さ寝へん自信あるけど、でもなんか今日はなんかぐっすり寝たいから今日はカフェインやめときます。いや趣味絶対早起きな気がするな。趣味早起きでなんか美味しいパンとか食べたい。あち今不合です。そう早起き趣味やね。そうでもなのに遅寝やから、まあでもその分どっかのタイミングで寝るしかないよね。移動やったりお昼寝だったり。若いからできるんだぞって。じゃあ若いからこそ、若いからこそ、いやできそうだけどな。おじいちゃんになっても自分がおじいちゃんだって変わっちゃってる性別、おばあちゃんになっても。うん確かにおばあちゃんとかじいちゃんとかめちゃくちゃ起きるの早いわ。いつも寝るのもでも早いかも。パス。出そうと思えば出せるけど攻めません。朝はみんなパン派ご飯派どっちですか？不合だ、変わらず。37分41分。あバラバラ。まあヨーグルトしか、最近ヨーグルトだな。あバナナも入れてる。ずっと7月6月ぐらいからずっとその朝ごはん食べてるわ。パンご飯バナナ食べない人もいるね。あ食べへん人も結構多いかも。わいいね。理想はもうクロワッサンヨーグルトカフェオレみたいなのが理想だけど、そんな優雅に朝ごはん食べてる時間ないもん。まあでもお腹空いてる時と空いてへん時あるしね。バラバラほんまに。朝ごはんはでも食べた方がいいって言うけどね、やっぱり。
バナナ美味しいよね、朝ごはん。バナナが朝ごはんが理想。1分後。なんか朝からさ、パンケーキ、ホットケーキか、作る元気というか時間がないよね。日曜日の朝じゃない。チカは断然パン派だな。でも最近はパンよりもヨーグルトの方が好きだから、ヨーグルトにバナナ丸々1本ちっちゃくカットして食べてるかな。でも起きてあれだな、そう、青汁とかね苦手やな。カフェオレ飲んでるわ。アサイは作るのは5分くらいかな、ミキサーかけて。でもアサイはなんかもうほんまに時間あるとき、もうなんなら朝昼兼用で食べるぐらいのテンションだから、朝ごはんだけでは食べへんかな。お、いるかな。お、発見。あ、キウイいいよね。階段6、あ、なかった階段。あ、やった、大富豪や。イエイ。目玉焼き食べへんねんな。違う、目玉焼き多分ね、好きか嫌いかって言われたらね、もう嫌いでもないけどあんま好まへんねんな。だから醤油とかソースって言われてもなんかかけへん。塩コショウ食べへんならあれかな、スクランブルエッグが好きやねんな。あ、卵焼きは好き。目玉焼きが苦手やねんな。あと温泉卵もね苦手やねんな。47分や、次入ります。実を言うと、クロックマダム、クロックムッシュだっけ、クロックマダムまた変わるかな。あのパンの上にいろいろめちゃくちゃモリモリに乗ってるパン、うん、パンというより試食、主食やねんけど。あ、45分か、ごめん45分やった、ごめん、頭回ってへん今日ほんまに、ごめんね。え、昔チカにコロッケ何かけるって聞いたらマヨネーズって言った。嘘やん、今絶対かけへん。今はソースかも、かけへん。やばくない？びっくりする。まあまあ大人になったってことですね、味覚が。あのね、チカの父がパピーがマヨネーズかけるんだ、何でもかんでも。いつも何食べるにもマヨネーズ置いてあるから、多分それだ。エビフライタルタル好き、美味しいよね。なんか最近タルタルのねソース、なんかマヨネーズの入れ物に入ってるやつ売ってて、あ、もう作るんじゃなくてそれ売ってる時代なんやと思って、めちゃくちゃ楽ちんじゃない？マヨラーですな、パピー。だってマヨネーズ置いてるけど使わんもん、ほぼ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 パピーが来た時に使って食べてはる。
あ、お塩とかも美味しいよね。味付け。入れ、入らへん、まだ。入った。いてて、お尻痛い。味付けか。うわ、スコーン作るなら卵買いに行かなあかん。もうスーパー行くのもめんどくさいよね、暑いから。あ、天ぷらね。抹茶塩食べれるよ、ちか。抹茶塩天ぷらとか食べてないな。確かに天ぷらっていっぱい味付けあるもんね。昼間はね、基本何もなかったらもうなんか日焼けしたくないから出えへんかも。昔やったらスーパーとか朝一とかでも行くことあったけど、もう夏はね、朝でもさ暑いからもう無理だわ。ただ買いに行くならもう日が暮れた時とかいいよね。そしたら全然品物なくない。当たり前やけど夜って。次は49分。朝涼しかったのにね、昔は。8時、9時、9時ぐらいまで。10時？なんか全然涼しかったのにな。えらいこっちゃ。確かに、まあ夕方行ったら割引シールあるよね。でもほぼほぼ行ったらなくなってるよ。49分。もつくん、お、スーパーは18時からが勝負だし。はい。いや、でも18時でも日差しあるから嫌やな。あ、いるかな。あ、入りました。見です。よし。最近なんかお家の中をリフォームしたいなとか思って、リフォームというか模様替えっていうのかな、したいなと思っていろいろ家具を見て、うーんってなってる。
なんかもうそろそろガチャガチャした感じは卒業しようかしらと思って、なんかちょっと色物とか柄物、柄物を卒業し始めてるけど、まあなかなか減らへんよね。なかなか減らへん。だって地下のベッドの上にね、いろんななんかキャラクターのぬいぐるみがあるよ。スティッチ、フラッフィー、リラックマン。枕なんてなんかディズニーのなんかばあちゃんがくれたやつ使ってる。サリーのやつ使ってる。まあベッドはね、にぎやかでよしとして、それ以外のものを整理せねばと思って、早数年。だからインスタとかでよくさ、おしゃれなお部屋とか見るから、そういうのを目標にしようと思うけど、そうすると物をさ、いろいろ収納だったりしなあかんから困っております。コストコにある大きいさ、クマちゃんあるやんか、あれをうわ欲しいってずっと思ってるけど、絶対置くとこないと思って、多分買うのには、買うというか買わないだろうな、置く場所ないから。次何分よ、49分で入ったから53分。そうや、いい感じに試合が終了しました。よし、今日ね、なんかさ、こういうみんなにさ会うイベントがない日に限ってさ、なんか顔のコンディション良かったりするからさ、例えばなんだろう、劇場公演とかさ、めちゃくちゃ顔コンディション悪いのに、なんなら次の日起きたらめちゃくちゃ顔すっきりしてたりみたいな、そういうことが多々あるんだな。そう、大富豪です、今は。あるんだよな、そういうのが。発見、近く来る。大事な時に限ってさ、ちょっとなんか顔のコンディションとかちょっと調子悪いみたいな。優しいんだよみんな、本当に。はい、うわ、なんか変なことした。はパス。あ、やばい、これ負けそうな気がする。ちょっと出す手順を間違えた。おめでとうございます、大貧民です。次は57分だが、しかしちょっとあることをしたいので、みんな58分で入ります。
18分で入ります。明日からよし、この町は何だったのかは、後々わかります。58分でお願いします。よし、 OK。なりすましませんボーナスタイムはなりすましません。58分に大貧民で入るので会いやすそうじゃない。ああもう何してんの自分。入った。あー発見。一人やったけど。あ、革命できんじゃん。あ、お尻痛い。お尻が痛い、この体勢。11、ナイス。パス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 、白パス白。革命。でも革命返しされそうだな。うん。絶対今さ、革命、ほんまに革命イベントやってほしいな。今日は足しびれてへんわ。なん、お尻が痛い、謎に。はち切りされた。やばい、これ革命返しや。ほら言うな。次は2分に入ります。やっぱ思てんな。はち切りされそうやって。あら優しい、近くクルーがなんか革命してくれてんけど、優しい。
優しい。大富豪になってなんと下克上しました。優しさ感謝、命の恩人感謝、永遠に。優しい。お、ワンツーフィニッシュじゃん。しかも下克上ボーナスついた。2分に入ります。ああ聞いて落ちた。君とハグ、手をつなぐ。入る、ざいざいざい。33、5、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。はっ！お耳はアシメントリーのピアスですか？そうでございます。かわいい。お、二人発見でございます。ほんでもって、ほんでもって、おう、何時までしよっかな。あと3回くらいにしよっかな。あ、やばいやばいやばい。カード交換で、メタメちゃんにカードが弱い。でもさ、めちゃくちゃ眠い時ってさ、お風呂入ったらめちゃくちゃ目覚めんっていう現象が起きそうな気がしてて怖いねんけど。違う、だから寝るんだったらもうすぐに今寝たいけど絶対嫌だ自分が。うわぁ、悩むなぁ。出せるカードが全然ない。でも優しい。チカコクルーが多分ジョーカーは出さへんと思ってるので、チカは信用して2出します。みんな出さへんって知ってるから、みんなジョーカー出さへんって知ってるから、惚れちゃう、惚れてまうやろ。あー優しい、みんなの優しい、みんなの忖度のおかげで大富豪キープされました。ありがとうございます。次は6分です。いやもうかっこよすぎ。好きなタイプ、大富豪で忖度してくれる人。全然さ、わからんよな。大富豪しないとわからんよな。だってさ、みんな地下の好きなタイプ大富豪で忖度してくれる人だってさ、意地悪したら嫌いなタイプになっちゃうよ。軽すぎ。すぐ怒るよ大富豪、都落ちさせたら。
いい時間だし。大富豪の撮影いつあるかな、次。今持ってるスタンプはめっちゃ好きやで、キュンですとおめでとうっていうスタンプと、びっくりっていうスタンプと、怒ってるスタンププンプンってプンスカプンスカって、6分入ってへん、しかもまだね、4分の3、あ、入った、あ、おらんよ、あ、発見、チカコクルーだー、次は10分。あ、いいカードあげればよかった。ごめんね。うわ、負けそうな気がするな。あ、ピエン負けました。怒っとこいったんからのキュンです、おめ。はい、10分に大貧民で入るので、多分みんな会いやすい気がする。一旦次でラストって言っとこうかな。もし会えんかったら続く、チカコクルーのと戦えたら終える。一旦ラストで、仮ラスト。なぜならば今日は謎に思考回路が停止してしまって、頭が働かん次は10分です、大奮民で入ります。いいね、ボーナスタイムはポイントがたまるね、あの何、レベルアップのポイント。続いてはあ、メールが届いたみたいですな。30秒、そうでございます、謎が解けたかな、さっきの待ってっていうの。50。57、58、59。ゴー。あら、いません。おらんかったから。14分で延長です。ピエン。ピエン丸、うん、
11。なかなか会えないです。大貧民やから会えると思ってんけどな。ほんまによく分からへん、このマッチングのタイミング。クルー同士めっちゃ合ってるって、いいな、いいな、なんでやろ。しかもみんなに会いたい。え、革命反則負けしちゃうの、まさかの。大富豪でございます。やった、大富豪。やったやったん。次は14分です。会えますようにみんなに。好きなんだ、君が好きなんだ。初めて会った時から記憶の中の種。50、50、50、50。遭遇できますように。お、おらへんねんけど。ほらやっぱりそうじゃない、いつもさ、もう終わって寝たいって時とかさ、寝たい、お水飲みたいとか、そういう時に限ってさ、全然会えへんねん。うん、会えず。18分だね。マジでもなんか次は会えそうな気がする。こういう時ってさ、3度目の正直なところあらへん、いつも。いや、18分だね。違う、近方してほしいのは2枚や。
何泣き、はい、大号はキープ。18分に入ります。次は決してあくびはしてません。大丈夫、地下の予想で3秒じゃない、3度目の正直が毎回な気がするから、次は入れる、当たるよ、みんなと待っててください。ちなみにじゃあみんなの今の何順位は何、大富豪か富豪か貧民大貧民か、1分前、大富豪、貧民大富豪、大貧民大富豪だ。あ、え、結構大富豪多いな。え、大富豪多いやん。だから会えへんかったんかな。あ、でも富豪の人もいるね。なるほどね。大富豪が多いんだね。優秀だね、みんなは。会える。みんなも眠い、チカも眠い、でもボーナスタイム頑張ろう。よし、フライングします。よし、さ、進め。いると思う。近く来ると会えました、やった。地下の予想でもっと会えると思ってたのにな。面白いな会えへんってなかなか。そしたら充電がそろそろ危うかった。充電さします。攻めですな。あ、パス。6。革命ね、貧民に近くクルーがおるから革命してんけど、これはよかったかな。終わりました。このまま会えずに終わらんかったらどうしようかと思った。会えるまでやってたよなんか謎の負けず嫌いが出るから、絶対やると言ったらやるから。目覚めてきた。ありがとうね、みんな付き合ってくれて。こんな地下のなんていうの、寝ぼすけでもない、寝ぼけてる配信お付き合いのほどありがとうございました。明日から1週間みんな頑張ってね。体調にはほんまに気をつけて。
大富豪もあと残り2日間なんですが、一緒に頑張っていただけれるようにお願いします。お力貸してください。あと少し。よし、無事に終わりました。そして一旦チカはお風呂に入ってきてまたプレイしてます。ありがとうね、みんな付き合ってくれて。おやすみ。また明日も配信できそうだったら、突撃唐突に夜にするので遊びに来てください。バイバーイ。